こんばんは、サンゴです。今回は久喜忍さんを育成していきたいと思います。私の草パーティーの最後の一枠をずっと悩んでたんですけど、前回の動画でみんなから久喜忍さんがいいですよって言っていただいたので、最後の一人は久喜忍さんにしたいと思います。本当はアルハイゼンを先に育てようと思ってたんですけど、アルハイゼンの突破素材で必要なこれが私まだ取れなくて、このなんとかウェネストさんと出会ってないんですよ。なので先に久喜忍さんから育成していきたいと思います。マスク取った。マスクの下ってそんな顔してたの？めっちゃ可愛いじゃん。ということで、忍さんのまずレベルアップからいきましょう。突破、1回目の突破はできますよと。あ、2回目の突破もいけるぞ。はい、経験値もなくなりました。なんか忍さんさ、鉄鉢の刺しっていう武器がおすすめらしくて、これ雨の間影打ちみたいに作れるらしい。これ作ろうかな。これどうやって作るんだろう。片手剣の原型が必要って書いてあるな。もう持ってないんだよな、多分。全部ね、使っちゃったんですよね、おそらく雨の間に。両手剣ならあるんですけど、両手剣じゃダメですか？まあ、それか、西風剣と、その、鉄鉢の刺しだったら、どっちの方がおすすめなのかをぜひ教えていただきたいです。で、凸ができます。あ、そっか、私、忍さん3回ぐらい出たのか。3突しましょう。ありがとうございます。で、添付が、スキルが優先なんだ、忍さんは。おっと、プライムの感覚。これだ。あ、違う。この1個下か。あー、じゃあこれ取りに行かないといけない。添付素材と、あと、レベル突破素材。サーペントね。はい、これを取りに行きましょう。まずこれから行くか。ちょっと今のアルハイゼンさんレベルが低くて、だいぶ戦闘向きではないので、ちょっと変えまして、アルハイゼンさん変えて、神里彩香にします。なんか、氷だったら草の元素反応に邪魔しないよって言ってたので、とりあえずアルハイゼンが育つまでは、神里彩香にしていきたいと思います。フライムどこだ、フライム。これ下か？あ、これか。こいつらだ。あ、フライムってこいつらか。この飛んでるやつか。うわー、苦手だなー。あ、落ちた。ナイス。落車のリンク。無理や。いいね、忍さん。おっと。オッケー、ゲット。忍さんのスキルさ、いいよね。回復しながら、かつ、この、雷元素のダメージを敵に与えてくれるから、結構いいじゃんっていうことを私は知りました。最近、忍さんの育成の動画を見まして、あ、確かに攻撃してくれつつ、かつ回復してくれるってめっちゃ強くないと思って。ただ、残りの一枠を忍さんにしたもんですから、私は育成が一生終わりません。育成が一生終わらないことになりました。ウルトってどんな感じなんだろう。ウルトの効果ちゃんと見てなかった私。ちょっと待って、後で見よう。やばい、ナヒダちゃん使ってない。全部丸見えね。神里彩香行け。そこで戦え。雪よない。水の上の戦い。水の上の戦いです。やばい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 、死ぬ死ぬ、危ない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 。回復量は、久喜忍の HP 上限によって決まる。HP 上限によって決まるんだ。HP 上限によって決まるけど、生物は元素熟知にしてるんだ。なんでだろう。その中にいる敵に雷元素ダメージを継続的に与える。ダメージ量は久喜忍の HP 上限によって決まる。やっぱ HP 上限によって決まるんじゃん。なんで元素熟知上げるんだろう。ちょっと私には、わからない難しい問題です、これは。いやー、忍さんいいかも。これで回復力が上がって、忍さんの雷元素の攻撃力も上がってくれれば、めっちゃいいぞ。キャラ変えても雷元素の攻撃が続くっていうのがいいよね。あれは私の宝箱だ。はるか昔からそれは私の宝箱だと決められている。お、こういうさ、ちょっと散らばってめんどくさい時に、ナヒーラちゃんの、あー、ドロップはできないのか。あー、オッケーオッケー、いい感じ。もうちょい欲しいよな。添付にも使いますからね、これもう少し欲しいですね。ライデン将軍、忍さん、ナヒーダちゃん。ウルト。これこそが知恵の伝道。忍さんのウルト。そして、さらにライデン将軍のウルト。もう雷、雷。雷、雷でもう雷。18個。
まあ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 。そしたら、テンプ上げようか。スケールのテンプ上げます。ウェーイ、レベル5。そしたら、これ行くか、サーペント行こう。なんか、シールド系がいた方が良さそうだけど、まあ、いないんで、このまま行きます。神里彩香も結構いいらしい。なので、このまま行きます。よろしくお願いします。捕らえた！そして、神里彩香。彩香。神里彩香。誰？うわー！うわー！くらえ！くらえ！やばいやばい、あーやばい、しのぶさん死んだらだいぶ困るよ。やばい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 、チャンス、ふぅー、しのぶさん回復しよう。やばいやん、まず死んだ、くっそー、 HP が低いからしのぶさん、おりゃー、よっしゃー、オッケー、濃縮樹脂作ろう。樹脂濃縮しよう。の方が、あれだ、楽だ、きっと。そしたら、サーペント復活するまでケージの花を咲かせます。経験値本が足りなすぎるので。さあ、こーい。捕らえてー。早い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 。みんないなくなるのが早い。あ、復活した。さあ、行きますか。ちょっと神里彩香じゃなくて、イエランを連れてきました。イエランだったら、雷と水の相性でいい気がするので。おりゃ。おりゃ、イエランとライデンしよう。あーくそ、うー待って、せっかくルート使ってんだから出てきて、チャンスです、今がチャンスです、ダウン中です、彼はダウン中です、今のうちに倒しましょう、皆さん諦めないで、我らならいけます、どこ行きましたか、うわーい、イエーイ、これで突破がいけるんじゃないですか、きたー、経験値本がないよねー、しのぶさんの添付素材を取りに行きます。エアランからの大で将軍のルトの、これは素晴らしい。このコンビは素晴らしいです。いい感じです、皆さん。その調子で行きましょう。ここで、しのぶさんのウルトも使ってしまうんです、私は。あべー！ごめんなさい。この組み合わせが最高なんです。ドライー！やばい！やばいやばい。わしかも回復そんな持ってきてない。やばい、しのぶさんレベル低いからここで耐えらんないんですよね。だけど今ちょっとしのぶさんしか。しのぶさんしか今いないんですよ、頼れる人。いや、イエランで行こう。まずいまずいまずい。あ、まだか。現撃か、現撃か。よえい。よえいし。さあ、濃縮樹脂使います。よし、ちょっと、先生方をお呼びしました。オッケー、みんな揃ったんで。じゃあ、行きます。行きます。お願いします。やばい、春彦さんがお亡くなりになられた。強いんだよな。もともとこの秘境強いけどさ、マルチだから余計強いんだよな。アルハイゼンいいな、アルハイゼン痛い、楽しそうだな、アルハイゼン、ふぅ、ナイス。じゃあ今日のご飯をみんなに聞こうまだ食べてないので、お好み焼き大変すぎる結局聞いたけど結局マック一箇所に固まってんの嬉しい、こういう時は神里彩香のウルトが効く、しかも止まってくれてるからなお嬉しい、ナイス、これで結構添付素材がいただけました、これで添付のきた、いきます、スキルレベル9、ウェーイ、しのぶさんが最強だ。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。アルハイゼンとか、ライデン将軍とか、ナシちゃんとかも、まだまだ育てないといけないので、草パーティー完成までには、すごい時間がかかると思うんですけど、引き続き頑張っていきたいと思います。ではまた次回の動画で、さよならー。